タムトゥーバー。皆さんこんにちは、タムチューバーとイーストマンヨークです。はい、ということで今回は僕の相棒であるこのイーストマンのヨークチューバー、これのレビューをしていきたいと思います。この楽器を買ったのは2018年の3月31日。これを買った経緯としては、僕はこのヨークを買う前は青管はベッソンの四分の四の楽器を持ってたんですけど、その四分の四の楽器とってもいい楽器で、ちっちゃいアンサンブルとかではすごく重宝してたんですけど、やっぱり大学に入ってオケとかで吹くと、その四分の四のベッソンだとちょっと物足りないなっていうのがよく感じるようになりました。ヨーク欲しかったんですけど、僕が大学入る頃はまだヨークといえばニルシルとマイネルのベア、あとはヤマハのヨークっていうその3つぐらいしかなくて、あとはそっかヒルスとかもあるから、まあそこら辺しかなくて、でそういうヨークってだいたい350万以上するんですよね。高いやつだと400超えとか当たり前なんですけど、タムトゥーバー。そんな中、僕が2年生の時に今度すごい楽器が入ってくるんだと、ヨークなのに200万以下でヨークが買えるっていう情報を聞きつけて、なんだそれはと思って真っ先に調べましたね。そしたらこのイーストマンっていう新しいブランドが実はヨークを作るっていう話を聞いて、イーストマンっていうのは会社はアメリカにあるんですけど、製造の工場が中国にあって、そのため安く楽器を作れるっていうわけです。中国って聞くといろいろ心配じゃないですか。だから僕も最初心配だったんですけど、最初これが楽器屋に入ってきた時に、まあ、楽器屋に行って吹いてみて、うわなんだこれと思って、多分機械で作られてるんですよね。マシンメイドなんで、ベルの薄さとか全然期待してなかったんですけど、まあ、このイーストマンすごいことにベルが超薄くて、薄いベルだとどうなるかっていうと音が結構響きやすくなるんですよね。ファンっていう響きが出るようになるので、そういった響き僕は求めていたので、それは良かったですね。あとは値段ですね。値段も詳しくは言えないですけど、150万あたりで用意してくれるってことだったんで、もうこれは買うしかないと思って、これが日本に入ってきた時は2本しか入ってこなくて、だから結構争奪戦だったんですよね。これ入ってくるって聞きつけた人が多くて、みんなこれ欲しがったんですけど、2本のうちの1本をなんとか手に入れることができました。だから日本でイーストマンヨーク所持した人は僕が1番目か2番目ってことになります。最初これを見た人はあれヤマハヨークって思うかもしれないんですけど、こことかヤマハそっくりなんですけど、一説によるとヤマハを結構コピーしたっていう噂があって、このフォルムがすごくかっこよくて僕は気に入っています。タムトゥーバー。で、まあ、この楽器大学の時から使ってたんですけど、大学のオケではもちろん、まあ、室内楽とかで使ったり、あとは大学以外でもしプロのオーケストラのエキストラとかに呼ばれた時は絶対これで行くようにしています。3年間も使ってて信用できる楽器です。皆さんがイーストマン検討している時に一番気になる点って多分耐久性だと思うんですよ。そんな安い値段でちゃんと持つのか思うと思うんですけど、今からちょっとじっくり3年間経ったこのイーストマン見ていきたいと思います。タムトゥーバー。こちらがイーストマンのロゴですね。やっぱロゴかっこいいのいいですよね。イーストマンって最初からピストンに穴が開いてて、管を抜いてもスポスポになんないようになってるんですよね。だから音程の調節もすごくスムーズに行えます。逆に抜けやすくなってるとも言えるので、僕はここに黒い紐をつけて簡単に抜けないようにしてます。あとはこの2番管ですね。2番管は最初もうちょっと長かったんですよ。それだと上の S とかの音がすごく低くなっちゃってたので、僕はちょっと楽器屋さんにお願いしてここは切ってもらいました。初期状態よりちょっと短くなってます。3年間使ってますけど、ハンダが取れたことは1回もないですね。一つ不満があるとすれば、ここ見てほしいんですけど、このピストンのここですね、くるくるって回すところ、3番ピストンのこれと4番ピストンのこれ違うんですよね。その辺はちょっと手抜きしてますよね。3番ピストンだけ違うんです。なんかこの丸っこいちょっと細いギザギザ、こっちはぶっとい四角いギザギザ、ここが違うんですよね。謎です。
5番ロータリーもすんなり動きますね。最初のうちは結構カチカチ言ってました。それも楽器屋さんに言って何度か修理を重ねた結果治りましたね。本当に感謝してます楽器屋さんに。ちなみにこの丸い輪っかみたいなやつは手置きですね。手を置くだけの部品です。強度はあまりないと思うのでここを持って楽器を持つのはちょっとやめた方がいいと思いますね。ウォーターキーのコルクもそんなに傷んでないのでまだ使えます。さっき言ってたベルなんですけどすごく薄くて力入れただけでぐにゃっていくんですよね。だから音はすごく響くんですけど取り扱いだけ注意ですね。簡単に曲がっちゃうんでベルだけで持ったりはしないです。今のところ不具合は全然起きてません。唯一言うならピストンの動きですかね。ベッソンの時は何日か放置しててもすぐ動くんですけどこのイーストマンはしっかり手入れしとかないとなぜか固まっちゃうんですよね。クリアランスとかに問題があるのかもしれないですけどそこは目をつぶってます。タムトゥーバー。僕がこのイーストマンと一緒にペアで使ってるマウスピースがこのシルキーのヘルバーグ2ですね。普通のやつです。銀色の。いろいろ試した結果これが一番いいなって思いました。この1個前は実はペラントゥッチの PT50 プラスっていうバカでかいマッピ使ってたんですけどそれだとちょっと機動力が失われちゃうなっていうのはありました。音はすごい良かったんですけどね PT50 プラス。これは音もいいし機動力もあるのでこれでいってます。タムトゥーバー。さあこれまでイーストマンの紹介をしてきたわけですけどこれであなたもイーストマンが買いたくなったんじゃないでしょうか。こういう大きな楽器が手頃な値段で買えるようになってとてもいい時代だなと思います。下手したら高校生とかでも最初に買う楽器がヨークとかっていうこともこれから出てきそうですよね。今紹介したこのイーストマンの動画皆さんの楽器選びの参考になればいいなと思います。イーストマンについての質問とかこの動画を見て思ったことがあったらぜひコメント欄にコメントお願いします。この動画いいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。